マニラガレオンは、スペインの貿易船、1年、ないし2年をかけて、太平洋を渡り、フィリピンのマニラとヌエバ・エスパーニャのアカプルコを行き来した。名称は、ガレオン船と船の行き先による、1565年から19世紀初頭まで存在した、メキシコ独立戦争とナポレオン戦争によって終焉を迎える、クリストファー・コロンブスの死後60年近くが、経過してからしたが、 マニラガレオンはインドの富をスペインに運ぶ、東に行くために精神するというコロンブスの夢を現実のものとした。また、この貿易をガレオン貿易もしくはアカプルコ貿易と呼称する。白線はマニラガレオンの航路、青線はポルトガルの航路マニラガレオンの貿易はミゲルロペスでレガスピテイトク機下のアンドレスでウルダネータによって創始された。フィリピン諸島への航路は スペイン王カルロス一世の援助を受けたマゼラン艦隊によって1521年に開拓されていた袋となるセブ島からメキシコへの航路はウルダネータが1565年に切り開いたレガスピの艦隊はメキシコから太平洋を横断してセブ島に到達していたレガスピは帰路を求めて艦隊を分けその一部は南に向かったウルダネータは 太平洋の貿易風が大西洋と同様に輪を描いているのではないかと考えた。大西洋では船を風に乗せるためにボルタドマールと呼ばれる大きな弧を描く航路が用いられていた。ウルガネータは北に行けば東への貿易風を捉えることができ、北米西海岸に着くと考えた。ウルガネータは北緯38度まで北東に進み、そこから進路を東に取った。 予想は的中し、カリフォルニアの面倒しの岬付近にたどり着いた。そこから赤プルコへは海岸に沿って南に進むだけでよかった。アルタカリフォルニア探検のきっかけは、皇帝の最終段階におけるマニラガレオンのための寄港地探しだった。初めはあまり帰り見られなかったが、18世紀後半には数隻のマニラガレオンがモントレイに寄港した。貿易は、 マニラのスペイン人移民に職を与えた。マニラアカプルコガレオンは250年間で合計110隻に達した。1593年までは、両港から毎年3隻ずつ以上の船が出ていた。マニラ貿易が非常に有利になると、セビリアの商人たちは自分たちの損失をフェリペに申し立てた。1593年の法律によって、両港から年間2隻ずつの運航に制限され、 また両港に一隻ずつ予備線を置くとされた。武装護衛艦を付属させることは認められた。こうした制限から可能な限り大きな船を建造する必要が生じた。16世紀ガレオン船は平均1700から2000トンでフィリピンの木材で建造され、1000人の乗客を運ぶことができた。1638年に沈んだコンセプション号は、 全長43から49メートルで、排水量2000トンだった。ほとんどの船はフィリピンで建造され、メキシコで建造されたものは8隻に留まった。マニラガレオンは1821年のメキシコ独立で終焉を迎え、以後フィリピンはスペイン王の直接統治領となった。難破したマニラガレオンはカリブ海に沈んだ財宝船に次ぐ伝説といえる。 1568年、レガスピ所有のサンパブロ号がメキシコに向かう途中で難破した。マニラガレオン最初の難破であった。マニラガレオンは、高領諸島の香辛料、中国、東南アジアの磁器、造毛、漆器、絹製品を南米に運んだ。中でも中国産の絹織物が多くの割合を占めたため、アカプルコ行きの船は、絹船と呼ばれることもあったという。 日本が1638年に鎖国するまでは日本との貿易もあった。積み荷はアカプルコからメキシコを横断し、カリブ海に面した港ベラクルスまで陸送され、そこからスペイン王国のインディアス艦隊に積み込まれ、スペインに至った。この航路ではインド洋を渡り希望ミネを回るという危険な工程を避けることができた。希望ミネはオランダ製海圏下にあった。スペイン人は、 メキシコを横断するよりもパナマ地境の方がはるかに陸路が短距離で済むことを知っていた。彼らはパナマ地境に輸送路を整えようとしたが、鬱蒼としゅぎるジャングルとマラリアに阻まれた。ヨーロッパでは中国製品が陳調されたが、中国市場は自給自足が成立していた。中国で求められた唯一のものがサカテカスとポトシで産出するアメリカの銀だった。銀は、 アカプルコからマニラに運ばれ、マニラ行きの船を銀船と呼ぶこともあったという、新大陸の銀のおよそ1、3がこの航路で中国に運ばれたと考えられる。また、不況を目的とした宣教師が多く乗り込んでいたため、ガレオン船は銀と宣教師を運んでいるとも例えられた。マニラから太平洋を渡ってアカプルコに着くまで4ヶ月を要した。マニラガレオンは、 フィリピンとメキシコ複合領の首都メキシコ式とを結ぶ連絡経路の中心だった。フィリピンのスペイン人の多くはメキシコの流れを組み、また実際フィリピンにおけるスペイン文化はメキシコのそれに近い。メキシコ独立後も米西戦争中を除いて貿易は続けられた。マニラガレオンは3世紀近くにわたり太平洋を行き来し、財宝、利益、文化をスペインにもたらした。 ありがとうございます。